はい、落ちてっかな。来たか。クリーパーいる、こっちも3体いるわ、マジで。ね、あれすぎ、あれやばいよ、あれやばいよ。なんかクリーパー群生してね。うそ、おい、クリーパー群れなんだよね。ねえ、あ、怖すぎる。一人ずつやる。家の近く松明いっぱい置いて、うん、とりあえず湧かないようにしたいな。一人ずつやるか。じゃあ見ててない、これ。うん、見とく見とく。あれ、人参ってそんないいんだ。いいよ、人参で、こうやって下がって、ゾンビから人参が見てる。で、4回、これ4回ね。え、人参取れたの？これ4回繰り返す。人参いいじゃん。え、なんかめっちゃナイスっぽいぞ。これシシ、次シシ行ってみよう。なんか攻撃、攻撃、待って待って待って、ネザーで攻撃できるらしい。めっちゃいいじゃん。ナイスじゃん。やばい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 、なんかやばそうやな。人参で喜んでたら大ピンチっぽい。大ピンチっぽい。やったやった。ナイス。え、待って、どっち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 、どういうこと、勝った、お前。大丈夫です、どういうこと。キズクさん、大丈夫か。こっちエンダーマンやる、キズクさん。あ、ちょっと待って待って、先にクリーパーやろう。エンダーマン、いけいけ。あ、エンダーマンじゃない、クリーパーだ。なんだ、いける、いけるか。いける、いける。ちょ、俺やろう。ナイス、めっちゃ取りやすいじゃん。いいよ、いいよ、いいね。え、ピッケルで攻撃してる。やべえ、待って、俺家に帰れなくなっちゃった。ごめん、あの、座標線。家に帰れません、探さないでください。あれ、エンダーマン消えた。あー、まずい。え、やばいやばい、なに、やばい、ちょっと待って、何ちょっと待って、いろいろ起きすぎる。いやいや、それやばいよ。死にそう、圧がやばい。やべえ、やべえ、それクリーパー来てる。あー、やばい、やばい、やばい、やべえ、いったー、チー。こんなもん殺しまえ。殺してくれ。だから、配信者の5人の3時間を奪ったと、八代気づくわ。はい、配信者が一番生まれた。殺してください。はい、殺してください。はい、殺してください。お前ちょっと5つ抜かしてんじゃないの。はい、殺してください。はい、ごめんなさい。ね、頑張ってたよね。ね、まあまあまあ、何も見てないのにさ、怪しいし。本当だよ、殺してくれ。攻略、まあ攻略組はな、危険に身をさらしてな言ってるからな。そうだね、まあ指何本だ。そう、動物指5本で勘弁するか。マジか、指5本で1回。腕5本でいいんじゃない。ねえ、どこに腕3本増えてる。天津飯みたいな感じなんだ。じゃああと1本か。天津飯腕そんなあったっけ。いや、ねえよ、腕いっぱいあるよ。え、天津飯？ね、天津飯腕入るんだ。あ、そうなの？目がいっぱいのイメージしかなかったわ。目もあるしね。効率的に行くならやっぱ村だね。村だね。村だね。序盤も目の前に村があるワールドが来たし。村探してスピードすごかったもんな。村探し、急にエンダードラゴン見えてきたもん。正直気に入ってたよね、なんかいけるわみたいな感じ。そう、気引き締めないとな。そうだね、気引き締めよう。絶対死にたくないわ、俺こんなんなるなら。マジでだよ、ほんとに。いや、ほんとに心中お察しします。そう、いや、喪失感半端ない、マジで。全て失った気分。いや、悪だね。大丈夫大丈夫、忘れないよ、みんな。みんなこの愚行を忘れない。絶対に呪い殺してやる。愚行、愚行。弓ないとファイト、弓やばい、ファイトできなくね。オギオギオギ、あー、めっちゃ緊張したいわ。いやー、ちょっとひりつくね、これ。どうだった、待って、クリーパー大丈夫。ごめん、みんな生きてる。よかった。じゃあ行くか、ちょっとこれ4人で行こう。しなくてもいいか。ね、ちょっと怖いね。行くか、これ22やばいか。ふとした瞬間4の方がいい、もしかして。さっきのところね、もう今スケルトいなくなってるっぽい。いや、でも出てきそうじゃない。ここいいよ、ここ。
いいとこ見つけた？シンプルに石に、うん、まあ、ちょっと俺パクはいるいるいる、あの指いるよ。盾がないからな。分けた方がええんかこれ。羊だけ大量に羊のボックス作ってもいいかも。オッケー。そうするとあれか、羊も借りやすくなるから。あ、なるほどね。あと石炭があれば。うん、右にいる、右に。お照らせるな。ちなみにみんなって余裕ある？これ今。そっちがいいか。うん、俺はもうだいぶヒヤヒヤしてるね。下クリーパーいる。下クリーパーして寝たいな。あ、寝れる？寝れるなら寝たいんだけど。クリーパーはまあいいんじゃない？ない。大丈夫さ？大丈夫大丈夫大丈夫。大丈夫。うめえ、なんかここで寝よう。寝れる？寝れる。寝ますか。ちょっと待って、ゾンビだけ処理するわ。オッケー、いける。ひりつく。オッケー、なかなかハードコアひりつくね。寝るよ。イエーイ。寝てる今。寝たか。死んじゃダメなの、えぐいな、普通に。最高。テコンテコンだよ。俺今インフラ整備してるよ。インフラ整備してるじゃん。来た方がいいって。大丈夫だって、お前。お前、俺、お前。タルコフ勢だぞ俺。命一個なことに慣れてっから大丈夫だって。本当かよ。うん、もう全部の武器失って引退したけど。全然良くないって。ダメじゃねえか。まあでも大丈夫。さっきのところを明るくして湧かなくしてるから今。シンプルにさ、下に掘ってった方がいいんじゃない？え、結局クザ地上になったの？いった、何この。あ、何何？え、何？地上になった。どういう概念？変わる？大丈夫？大丈夫、なんかネズミ、ネズミみたいなのいるね。あ、それあれあるんじゃないの？ネズミ。ネズミがあるの？いや、同じことネズミがあるの。なんだっけ、遺跡みたいになかった？やばい、ちょっとやばい、これやばい、これやばい、これやばい、そう、あの、めっちゃ、めっちゃ悪くないやつじゃないの？ちょっと待って、やばい、じゃあ。そのブロックに化けて。なにそいつ。じゃあリリム埋葬して続けるか。そう、続けるか、リリム埋葬で。墓参りだけしようね。お参りするか。この辺にまさかあるのか。え、多分あるんじゃない、あの伊勢。エンド。だったんじゃない。そう、エンドポータルだよね、だって。多分。でもめっちゃ近かったよ。あの伊勢きにいるやつだけど、まあいないない場合もあるよね、多分。そう、なんかその辺の遺跡っぽい時もあるとから。あ、まあ、でももしかしたら大谷ポータルかもね。大谷か、大谷ポータルの可能性もあったのか。やばいね。いやー、惜しい。頑張ってくれたのに。いいよ X、 たまたま予想で同じワールドでいいよ、たまたま予想で。いや次俺次第じゃないか、これ大谷村頼む。次第だから。お願いだよ。無理無理無理。大谷失敗。山岳。星500の大谷できた。3年かけて70しか伸びない。失敗すぎる。弱すぎるな。あ、でも山岳っぽい。そう、なんか枠っぽいね。枠っぽいね、なんかね。うん。いやね、しゃあないよ。しょうがない、これ。あれ、まだ、あ、ごめん、入っちゃった。わからんわ。今、1ですが、3人今。いや、3人含まれてる、いっちゃん初め。うん、含まれてるよ。含まないよ。いや、含まれてるよ、あれ。え、そりゃそうでしょ。1ですは重くないから、2ですが重い。そうなったらしょっぱなリリム殺す可能性あるやん。おい、そういうゲームじゃないって。ゲームじゃないよ、それ。やめてよ、ルールの穴つくのやめよ。うわ、ダイヤある。てか、このだって石炭もないよ。なんかこの石も掘りづらいしな。ねえ、この石よくないよ。帰ろ。松明大丈夫なのか、みんな。うん、2つで生きてる、ずっと。マジ？松明残り1本かな。もう撤収、ここ終わってる。撤収ダメだ。いや、待って、絶対あるって。頼む、石炭。成功体験が。え、ちょ、炭鉱行かね、炭鉱。どうしよう、炭鉱簡単に。大丈夫？やめておく。やめておく。待って、音すげえすんだけど。石炭の？ブーンみたいな。石炭の音ってなんだよ。感じ取れる。シュッポ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 。よし、何、どっち？シーナ、作業台作ろうかな。作業台が。あ、もう作った作った作った。上上上上上。ほら、ここ、ここ掘る？ここ行こう。いや、
戻るぞ、一回戻るぞ。なんで別のところ掘るんだ。なんでここの地質調査した感じ、ちょっとカスカスのカスの感じ。なんか音がする。ねねねねね、落ちつ、お前が一番怖いんだよ俺。ねえ、ていうかさ、どうやってお家というか鍾乳洞って刺さんの？いや、まだ諦めない。どうやって帰るの、はい、家分からん。待って、分からんじゃダメだよこれ、帰れない。やばすぎる、分からん。もうやめよ、戻ってきて。シーナさん、これやばいです。死にましたか？ここ、こっちか、ここだよ。こっちじゃないの？あー、なんかこんぐらいのさ、ちゃんと石のとこ掘ったらダイヤ出そうじゃね。絶対確率低くなってるって、ね、そろそろ死ねなくなってきたよ。うん、もう死ぬなら大変。時間、時間、もう死に、死に納めよ。死ぬのは今だよ。うわ、死ぬなら今、死ぬなら今なの？死ぬ、最後に死ねるのはもう今。死んでもキャッシュバックとか安全な動き知ってる場合じゃない。もう死ねないよ本当に。今なら死んでもなんと復活できます。お、わー、一回体験するか。お、いいね。ちょっとメサじゃないとこ掘りに行かん？あり、いや、それはあり。タイマー作ってから一回俺らは、メサじゃないとこ掘り行くわ。死んでもいいうちにちょっと夜の瀬トイレ行こうか。トイレ納め？もう二度とトイレ行かないぞ、ヤシロ気づく。もう行けなくなる。確かにな。ね、今じゃないトイレ行くんですから。いやだな、マジか。ここなのよ。なんか、ちょっとやばい。ちょっとやばいか。寝てない、寝てない。なんか寝てない。やば、やば納めじゃない？一旦寝よう。そうだね。今なら死んでもいい。今なら死んでも。今なら死んでもいい。あ、ごめん、ベッド置いてきた。はぁ？なんなんだ。ただ、ここ、クモの巣いっぱいあるから羊毛作れるよね。え、クモの巣もベッドって作れるよね。まあ今もついとくか。え、そうなの？てかさ、炭鉱って毒蜘蛛がめっちゃいる。そうね、地獄蜘蛛めっちゃいるね。やばいよ、ガチ強いよ。絶対やめた方がいいぐらいの炭鉱。ここまでです。終了。大量の羊を羊毛ないかな、その辺に。砂漠に羊毛落ちてねえか。まだクリアしなかったんだ俺、モンスターハンター。私どこ置いてきたんだろう。あ、違う、リリムに取られてんだ、リリム。なになに、なに、返せ。ベッド二つあるよ、ほら。え、糸9個で羊1。きつい、きつい、きつい、きつい。あ、ダイヤ見つけた、ダイヤ見つけた。あ、でもこっちにスポーンブロックあるから羊毛作れるかもね。あ、てかハサミ俺何個だこれ。あれなんだ、上がればいいのか俺が。こっちこっち、まあ、1個。うわ、ここ上陸すんのきつくね。行こう行こう行こう。お前、違う。え、トロッコになんか、なんかやばいよ絶対。慎重に、慎重に行くぞ。あと10分。いや、あと8分か。あと、あと8分よ。あと8分で死ねえから何がある。そうだよ。落ち着いて、落ち着いて。落ち着いてな。これ何これ、トロッコに乗ってるよ。今ね、6個。え、え、何グローベリー。え、水、水中呼吸 3?なにこのエンチャント。え、なになに、エンチャ、え、俺らもう海は制したかも、一旦海は制した、一旦勝ち確海。エンチャント本ってさ、これ増やせないの？増やせないかな。あ、じゃあ一人だけだ、一人だけポセイドになれます。いないか。クモの巣取ってきて、クモの巣任せろ任せろ。寝れる？でもまずスケルトンじゃない？あ、寝れるよ俺。ちょっと待って、今クモの巣を78個取らないといけない。めっちゃ取らない、そんな取れない。諦めようか。なに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 、毒グメ。やばいやばい、離れる離れる、死ぬ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 。あ、あ、やばいやばい、ちょっと待って待って待って、あ、あ、死んだら今よ。あ、はい、ええ、え、ん、え、お前、え、は、え、え、お前、お前、ケルト足引っ張んなよ。あんま足引っ張んないで。
クザさん、そもそも画面つけてください、画面。クザさん、そもそもモニターつけてください。あ、もういい、モニターつけて。あ、モニターつけていいよ。オッケーオッケーオッケー。つけてなかったんだ。ちょっと、ちょっと。なんで？あの、毒蜘蛛。そう、毒蜘蛛にぶっ刺された。毒を。で、毒蜘蛛と。いや、やっぱスケルトンから処理しないといけなかったんだな、今のは。いや、しゃあない。スケルトン強い。俺も。危ないって言ったじゃん。いや、さあ、言ったよね。あー、うるせえ。俺もスケルトンにやられたしさ、やっぱスケルトン最強だよ。違う、炭鉱じゃないよ、死んだのは。傷舐め合うな。どこ？え、なんかあの、クモの巣を取りに、スポーンブロックの周りに。クモの巣いらんって、クモの巣。いらねえ。クモの巣取りに行かない。いらねえから。なんで取りに行ったんだよ。違う、羊毛ないからベッド作れなくて。いらねえよ、クモの巣からの羊毛。だって羊いないんだもん。帰ってこいよ。この度は弊社のクズハが、スケルトンに射抜かれました。反省文。これ重く弊社としても重く見ており、謹慎処分30分。30分きた。30分。ガチでギリギリ間に合ったな。でもラストに。そう、これね、死ねない。うん、これラストよ。これガチラスト。え、もう俺、やばい。じゃあ一回調整しよう。調整しよう。みんな一緒に。トイレ、トイレ、トイレ。指示何食べてんの？自分はあれですよ。一本満足。ああ、満足です。バーね。なんだっけそれ。あの草薙剛の、うん、デビュー作ね。デビュー作。そうそう。あ、そうなんや、一本満足。デビュー作ではないだろ。大ヒット。だいぶだいぶベテランの時期でしょあれ。靴釣れた靴。え？靴？革のブーツ。エンチャント、エンチャント。見て見て見て。おしゃれすぎんだろマジで。革ですか？革？イグ？革？革のブーツだからね。本革？大たけよそれ。やばいよ。売ろうぜ。防具プラス1。もうダメか。うわ、マグマだ。ザコイはトリップさを壊れそう。ーーやめんのかよ。やめないで。壊れたらしょうがないよね。一人じゃおもんないから。他の人のうちトリザー壊れたんでゾンビ。うちも作るか。あれやろ、うちも立派なやつ持ってるやろ。うちはまたじゃあ釣り竿を釣れたらね。マジかよ。呼んで。あー、やばい。嘘。スケルトン。あ、スケルトンか。いや、スケルトンやばいよ。スケルトンやばいよ。スケルトンもいるよ。スケルトンもいるよ。大丈夫。ガチやばい。てか待って、釣りしてたんだよね。外。マジで死んだ？死んだこれ。嘘だよ。あれ気のせいじゃない？さすがに死んでないか。ちょっとらん。え？ちょっと死ぬわけない。だって釣りしてるだけなんだから。釣りしてるだけでしょ。釣りしてるだけなんだもんね。そうだよね。釣りって別に死ぬ要素ないよな。釣り、なんかおっと釣りって。まあ、夜は夜やったです。夜だったのもなんか寝ようみたいな提案はないか。やっぱこっちなんだよ、こっちだったんだよ。そうだよ。いや、釣り死ぬ要素ねえだろ、マジで。いや、まず夜ダメだよ、夜外に入れたら。夜あかん。もう徹底、あ、え、待って、シーズン1終わりこれで。シーズン1超えるわけ。ラスト行く。い
や、俺明日虹ヌーンなんだ。いや、いいや、虹ヌーンはいいから。レギュラーレギュラーだぞ、お前、マジで。エナドリ飲めよ、エナドリ。じゃ、待って、今からやっても間に合わねえだ。流して言っときゃいいから、虹ヌーンは。虹ヌーンだよ、最悪。こいつ、最悪すぎる。投資番組ですよ。虹ヌーン良くない、ほんと。企画丸投げだから、ほんと。むちゃぶり、むちゃぶり。ちょうどいいんだよ、ね。大喜利丸投げだからな。一周ちょっと休もう。一周休むか。いや、二周しかねえんだよ。シーズン1。シーズン1。え？いや。シーナユイカの。3で、シーズン1。でシーズン1終了。プリズンブレイク、シーズン1。プリズンブレイク。やだー。終わり方クソじゃない？だとしたら、うん、そうだよ。もう誰も取れたし、じゃあそろそろ戻ろうか、バンを。夜釣りで終わるだって。夜釣りで終わる。ちょっとな、あまりにも打ち切りだよ、もう。打ち切り死にです、これ。ジャンプとかでももうちょい綺麗に終わらせてくれるって、これ。俺たちの釣りはまだまだ続く。釣り漫画だった。釣り漫画になった。椎名結花先生の次回作にご期待ください。なんか暇だからさ、危機感とかなくなるんだろうな。まあね、やめて。気が抜けるから。知らないよ、釣りなんて。もう。ただ釣りしたかっただけなのに。いや、なんか死ぬまでの緊張感あったな。いや、あったね。スケルトン。なんか普段やってる何気ないことが全て怖かった。マジで。竹こんだけあれば足りる。うちもこっちにエンダーマンがいる。これ植えればいい。これ植えないかな。入ったこれ入ってる？多分入ってる。これ入ってる？いや入ってるでしょ。入ってなくない？え？めっちゃ目合ってるよ。あ、入ってるか。え？入った？あ。いやもう一人で何を歩いてるやつだけど。取れた？取れなかった。ゼロ。いや、まずはここら辺で意外…え、なって、あ、やめて、いや、無理だ、無理。あえ、あ、え、あ、嘘。え、嘘でしょ。わー、どんまい。行ったか。ちなみにどんな感じだったの。なんかエンダーマンいたな。そりゃそうだろ、エンダーマン狩り行ってんだから。お、うわ関さんあったよ。やった、まだ遊べるじゃん、このゲーム。最高。いや、マインクラフト。いや、これ最高。いや、今回でクリアしたら寂しいなって思ってたんだよね。うまくいきすぎてたよね。そう。俺らが一回も死なないわけないだろ。ないからな。っていうか、俺が殺そうと思ってたし、こんな順調すぎたから。してたらちょっとね。いや、マグマで殺そうと思ってたからな。シーシー、ここに死んだよ。シーナの残骸あるわ、これ。残骸が。殺したやつ、こいつだよ。こいつか、仇取るか。仇取ろう、うちらね。どれから見てるよ。シーズン1のラストが、おい、洞窟見つけたぞ。スケルトンに洞窟見つけた。うわ、これ一旦首か。一回リツキンと変わってもらうか、ちょっと。マジだね、それは。逃げんなよ。折れてるやつ、折れ。折れました、自分。諦めんの。おい、逃げんなよ。死んだ時めっちゃ静かだったもん。いや、てか俺リリムが死んだのかと思ったもん。もう無理かもしれない、これ。大丈夫だって。無理だよ、事故。おい、シーズン3誰が終わらせんだ。お前しかいねえだろ。そうだよ。また終わらせてるやん。終わらせ方にも種類あるからね。って意味じゃないからね。また来年か。また来年もガンナエ。いや、まあ、あのね、来年やったらみんな忘れてるから。忘れてるよ。え、切ってどうやって取んのから始まるよ。
まあ大丈夫だ。誰もがその可能性を抱えてた。そうだ、そうだね。そう。うん。何度だってあった。あのエンダーマンに攻撃されるの。そうだよね。うん。運が悪かったんだ。そう、今のは全員がその可能性を抱えてたから、ね。全員その可能性だったからね。うん。ね、うん、今エモい BGM 流してるよね。今夏祭り。夏祭り。夏祭り流そう。今夏祭りだね。オッケー流すぞ。どれだ夏祭り。いや悲しい、町上から眺めんのめっちゃ悲しいもん。あ、そっか、死んでるからか。うん。いや、この消えた私と一緒に並んでくれる？うん、私屋敷部の後ろにいるよ。どこ？お前ちょうどいいや。見えない。声の正体気になるな。俺に見えないけどそこにいるんだな。メンバーみたいな。メンバーいるの？いるの？手紙書いてる。手紙。うちらに手紙書いてる。メンバー見つけた。もういいよ。ゆいか見つけた。ここにいるよ。うちら帰り道がわかんない。みんなどこ？あー、こういう感じなのか。ここにいるよ。ここに。シーシー。ゆいか。いいな。上にいる。上から見てる。上。どの星？どれだ？上にいる。あのでかいやつから。見てるよ。あれか。あれ。ずいぶんでかいな。見てる見てる。でか。でっけ。やっぱ顔でかかったからね。顔ぐらいでかいね。あれか。あれだ。いや全然見てる方向違うんだけどね。まあ真逆やね。真逆。真逆だね、みんな。シーズン3ありますか、これ。シーズン3はね。お前が望めばいくらでもあるわ。望むならばよ。望めさせればあかん。望めよ。望めよ。みんなに迷惑かけちゃうし。いいって。いいって、そのモード。でも、あたち。行きたい。やりたいと言え。またね。やりたいって言え。言わねえのか。言えよ。言わんな。言わんな。そんなロビン。本当に消えちゃったし。わ、すごい鉄いっぱいあるよ。え、マジ？鉄はもう。いいんだ、いいんだよ、でも、でも鉄が、この鉄があればみんな、シーナも喜んでくれると思うんだ。やめろ、クザ。もう戻ってこないんだよ。この世界にもう病気になっちゃったんだ。心の受け止めて、シーナが死んだこと。受け止められてない。シーナが死ぬわけないじゃん。ほんとつまんねえ冗談やめて。まだ俺たち6人だと思ってる。鉄はもう使わないんだ。あいつシーナの装備ボロボロだったからな。もういいよ。用意しやんねえとな。墓の前に人がもういないんだ。墓の前に備えてやんねえとな。新品の鉄アーマー。イブ、シーシーが死ぬのを目の前で見ちゃったよ。そっか。トラウマじゃん。助けれなかった。あれ？あれ？レッキーシーシー。え？あと多いだよ。いるのか、クズハ。どこだ？どこだ、シーナ。クズハいるのか。シーシーも、クズハもいなくなっちゃった。お前甘くじゃねえかよ。生きていけないよ。終わりだ。こうして俺たちは、シーナを追って続々と死んでしまった。こんな、これがシーズン2の。シーズン2悲しい。シーズン2エモいな。シーズン2の終わり方じゃないよ。クリアしかないよ。エモー。クリア以外無理だよ。超えれない。いや、またシーズン3やね。そやな。おー、うん、やろう、やろう、諦めんとこ、やろう、集合、みんなここに集合。どこに？そうね、シーズン3やろう。いや、もう、
見えたよ。わかんないよ。見えた見えた。いや、正味、ネザーだけ、俺らが時間かかるのはもう。そう。そうだね。価値のある失敗でした。失敗からね、みんな学ぶから。はい。いや、もう、ね、もうよかったよ、シーシーが。学びしかねえな。うん、元気になってくれて。そうだね。よかった。またじゃあ、シーズン3で。はい。ありがとうございます。ほな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 